皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、昨日よりついに公開に始まりましたこちらのスキン、夏へのトンネルさよならの出口、通称夏トンですね。こちら私見てまいりましたね。その正直する感想、一切損得ない感想ですね。いつもより最初の話でこの間はありで話していきたいと思います。ということで、ちなみにですね、私自身この作品初見という、まあ、原作がありまして、ラノベ原作なんですね。第13回昭和館ライトノベル大賞にて、僕が浦島トンネルを抜けると、このタイトルでガーガ賞及び審査員特別賞を受賞して、ガーガ文庫から2019年4月に刊行されて、その作品がね、原作になっております。私自身ですね、この作品でも制作会社がクラップさんというところで、映画大好きポンポさんというね、非常に評価の高い作品をやられてるところがやってて、まあ、作家とかね、これ主体感もあり、また監督さん田口さんっていう方、悪玉ドライブとかやってたんですよ。悪玉ドライブマジモーニーでぜひね、おすすめ一応したいなと思うんですけど、とかね、あと昨日の旅とか創世の陰陽師と監督をやられて、まあ、ブリーチ天然決戦もやるみたいなんですけど、その方は監督脚本を務められてる、まあ、そういう面でも非常に期待感も高かった作品なのかな。まあ、キャスティングの不安とかね、あともうすでに好評意見が今日出てるんですけれども、まあ、賛否も分かれてる部分もあったり中で、私にはぶっちゃけどう思ったのか、まずですね、ネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思います。でもやっぱね、決め手となったのは、この作品見に行こうと思ったのはすごい、ね、最近ライトノベルの YouTuber の方とかすごい、ね、お話しさせていただく機会、ね、ありまして、でそこすごいおすすめいただいたんです。この夏とマジおもろいぞ、見た方がいいぞっていうところね、翔さんからもね、これおすすめですよと、見ますかっていう話をいただいて、お、これを見に行こうと思ってね、見に行った中でぶっちゃけどうだったか話していきたいと思います。でちなみにこれですね、映画の劇場の特典、来場者特典であるんですけれども、これマジね、ガチ、映画終了後に見ないと本当やばい後日談なんで、ちょっとマジここで気をつけた方がいいです。これ何も書いてないから、これたまたま私ね、映画館ギリギリ行ったからよかったんですけど、マジこれはもう絶対に映画終わった後に読みましょう。まあ、原作でやったらまだいいかもしれないね。はい、というところで、ネタバレなしの感想、結論から夏とんぶっちゃけどうだったかというと入っていきたいと思います。今回ネタバレなしの感想、結論としましては、正直ですね、もっと見ていたかったと。いや、ほんとあっという間でしたね。上映時間83分という、まあ、最近よく長いアニメ映画が多いんでね、割とやっぱコンパクトというか、短いといえば短いんですけれども、ほんともあっという間で面白かったですし、泣きましたね。まあ、制作会社、やっぱクラップさんって話が来ましたけど、やっぱ作画はもうさすがだなっていうところは、もうすごい随所に感じましたし、やっぱ演出とか音楽の使い方は非常にいいなと思って、まあ、結構新海誠感がするみたいなキービジュアルとかの時点でね、思われた方もいらっしゃるかもしれない。結構そういう話が出てて、で、あ、なんかちゃんと意識してるなって正直私はちょっと思ったとこもあるし、まあそれね、すごいもう君の名とか天気の子とかものすごくヒットしてるわけだから、そこに習うのはね、まあまあ当然といえば当然なのかなと思うんですけど、音楽とかの作り方すごい良かったですね。で、まあすごいなんか今風な感じにもなってるのかなっていうのは思いましたし、まあ新海誠さん好きな人はまた、まあそれはそれでいいのかもしれないしね、またなんか、うん、でもこういう雰囲気みたいなところは非常に良かったのかなっていうのは思いました。で、まあ、キャスティングに関して、まあ、声優さんがね、まあ、端的に言うと俳優さんと女優さんで主人公をヒロインやられてると。で、この作品に関しては、まあ、主人公とヒロインがメインで話が進んでいく。もう、浦島トンネルって言って、ね、そのトンネルに入ったら、欲しいものが何でも手に入る。でも、それと引き換えに、みたいな感じで、進んでいく。片田舎で起こる郷愁と失踪の忘れられない一夏の物語という感じでね、話が進んでいくんですけれども、まあ、私的には結構ね、結末がなんかあんま見えなくて、僕は、多分、人によっては予想ついたって、あの場面でね、予想ついたって人もいたかもしれないけど、僕は結構ね、この結末どうなっちまうんだっていう、なんかこうバッドエンドにもなるかもしれないし、ハッピーエンドになるかもしれない、ちょっとどっちに転ぶんだろうっていう、なんかこの見えなさ、なんか緊張感結構あって、そこも良かったし、面白さに繋がってたかなと思いましたし、まあ、やっぱり序盤って、ね、結構ね、えぐいです。なんか私が思ってるのもかなりなんか厳しい設定とか描写って多くて、この作品は。だからなんか何も知識持たずに、僕もそうなんですけど、見に行ったらちょっとびっくりするかも、最初。えって。うん。まぁ、ちょっとなんかね、見ていく中で、ちょっと感情のなんか最初の序盤からやっぱ中盤にかけてのちょっと変化というか、まぁ変わるんですけど、そこはね、なんか、ちょっと急すぎたかなって感じもしたかな。うん。で、まぁ、僕はすごい見てて思ったのは、ほんと、もっと見たかったっていうその通りで、まぁ、原作カットも後みたいなんですけど、いや、正直はもっと見たかったわ。あ、もっとここ掘り下げてほしいとか、もっとここ見たかったっていうのはすごいあって、まあ多分、そこを省いてるからこそ、この映画のすごいテンポ感っていうのに繋がってるかなっていうのは思うんだけれども、原作買おうと思います。やっぱちょっと読みたいなって思うストーリーがすごいあったし、多分原作で描かれてないところにもっともっと広げる余地がある作品なのかなっていうのは思ったんですけど、まあアニメ映画っていうのを考えた時に、まあ描きたいところを、
1点っていうかなんていうのかな、まああんまちょっとネタバレちゃうからなんだけど、フォーカスしていくっていうのはまあその一つの主張として、まあ、その面白さにもつながってたのかなっていうのは思いましたね。まあでもかなり好評意見が今と多いんじゃないかなっていう感じはしてますけれども、うん、まあそのキャスティングやっぱ賛否分かれるところはあるんかな。まあその俳優さんと女優さんがやられてるって、私はね正直そんなに気にならなかったというか、むしろいい味出してんじゃねっていうところが結構あったりして、あこの俳優さんがやられてるからこういう声になるんだろうな、このセリフいい感じだとかいうのもあれば、まあ、やっぱり確かにちょっとね、まあ、不安定というか、まあ多分気づくとも何も知らなくて見てもね、うん、っていう感じはしたんですけれども、これ悪くなかったんじゃないかな、まあ、気になる人は気になるかもなっていう感じのところを受けました。なんでなんだろうね、やっぱよくアニメ映画ってね、本当なんか全然声優経験ない人がすごいキャスティングポンとされるんですけど、これは毎回不思議なところで、まあ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 いろいろ思惑もあるんでしょうけどね、っていうのと、まあ正直やっぱ上映時間もうちょっと取ってもいいような気がしたんですけど、それはそれでも予算とかもかかるからそういう問題もあるのかなっていうのは思ったんですけど、総じて見たらやっぱ良かったですね、非常にね、面白かったですし、原作で読みたいなと思った、そんな作品だったかなと思いました。はい、っていうところかな。気になったらぜひ見ていただいて、ほんと全然やっぱね面白くても、やっぱ見てる人やっぱ少なかったけど、最近やっぱワンピースとかドラゴンボールとか、もう私いつもギリギリなもんですから映画館に行くの、もうやべえ座る席すいませんみたいな感じで前入ってくるんだけど、まあやっぱついてたっすよね、正直なこと言えば、っていうのはあって、どうしてもやっぱね埋もれてっちゃうんじゃないかなっていうのは思ったっす。やっぱ愛の歌声聞かせるとか、あれほど私は正直と評価できないとこあるんですけれども、まあでも、でも全然して見る価値は確実にあると思うし、やっぱ映画館で見る方が、まあ音響とかもね、まあその音楽とかもすごいあるんで、いいかなっていうのは思いましたけど。まあ泣くんじゃないこれはね。でもこれは随所に泣く。結構やっぱね、まあシリアスな感じがするかな。なんか、すごい、わっはっはみたいな感じの作品では正直ないかなっていうのは思うんですけども、その重いところがうまくこう話に繋がっていくというか、とか、まあ、マジでネタバレになっちゃうの難しいな。これ非常に面白かったです。はい。まあ気になるところも正直あったけどっていう感じかな。まあ、特に序盤がちょっと僕ビビっちゃった正直。まあ、後半からはもうやっぱ文句なし良かったですし、まあ、なかなか緊張感のある作品だったかなので、私は正直見ながら思ってましたが、作画とかやっぱさすがですね。演出も良かったと思いますし、まあすごいなんか、まあ、多くの方がね、見て、あと、まあ、人によっては多分ね、ちょっと結構重いと思いましたよ、ね、でも私やっぱね、っていうのはあったんですけど、まあ、ちょっとこれはぜひね、映画館で見に行って、ちょっと確かめていただけたらなっていうのは思いました。はい。ということで、ネタバレなしの感想は以上としまして、まあ、原作生の方が見に行ったら、やっぱそこカットかっていうのはあるみたいですね。で、僕ももっとこう描いてほしいなって、ね、正直思うところも結構あったかなっていうのはね。しましたけど、まあ、ちょっとここは原作も読みつつちょっと保管したいなっていうと、まあいい原作普及になってんじゃないかなと、なんかそういうのは原作もすごいやっぱ売れてるみたいでね、そういう面でいいのかなと思うし、やっぱ少しでもね、やっぱこういう作品がこういうふうにいってほしいなって、ね、正直思いますよね。はい、ということでございました。というネタバレなしの感想を以上としまして、これはありの感想ということでね、夏とネタバレありで話していきたいと思います。というところでネタバレぜひね、映画見に行っていただいてからここから見ていただきますと嬉しいです。はい、というところで、まあ、まずちょっと特典ショーツの話、ちょっとこれまあ後日談なんでね、これ危ないっすよね、マジでね。でもこれも良かったっすよ、なかなかね。っていうので、まあ、正直やっぱ今回見てて、やっぱ最初がえぐくない？花城さんっていうさ、ヒロインと、まあ、遠野くんっていう主人公で、まあ、なんか、その花城さんが最初ものすごくなんかすごい冷たい感じなんですよね。まあ主人公が最初傘を貸すところから始まっていくわけですけれども、なんかさ、転校生でさ、去年ぶん殴ってさ、まあ明らかにさ、喧嘩を売ってきて、まあ、あの子と結局仲良くなったみたいですよね。そこの描写を見たかった、正直やっぱり。川崎さん。あそこはどうやって仲良くなったんだろうと思ったんだけど、なんか川崎さんが謝ってる描写はね、ちょっと描かれてましたけれども、とか友達の加賀くん、あの主人公のね、ちょっとここももちろん見たかったかなっていうのと、やっぱあのお父さんやばくない、あれもうどこやすにあれ、何あれっていうか、もうなんかもうえげつなくて見てて、なんかもう辛いやっぱ要素が多いっすよね。まあ、花城さんに関してもまあ終盤で明らかになってきますけれども、まあ両親にまあなんか島流しみたいな、頭冷やしてこいみたいな感じにされた後、で祖父はまあ売れない漫画家だったみたいなね話もあり、まあ遠野くんのがえぐいよね。あのカレンちゃん、まあ、妹が亡くなったことをきっかけに、まあ、それが今回浦島太郎の話にもつながっていく
わけなんですけれども、まあ、そこでもうおかしくなってしまった父、いなくなってしまった母、ある日ね、突然なんかね、東京、なんか結婚する前に東京に引っ越すとか言い出す、ね、やばすぎる父というなんか、このなんか結構えげつない話なんじゃないかなと私見てて思ったんですけど、どうしても結構ね、やっぱなんかまあ僕やっぱ正直、最後の結末、まあ最初、ガラケーを使ってたんでね、最終的にこう、スマホとかの時代にもうなるんじゃないかなとか、もう最初から思った人もいるかもしれないけど、僕はやっぱ見えなくて、なんかまずハッピーエンドにもなり得るし、バッドエンドにもなり得る。まあ今回の結末っていうのは、まるっきりハッピーエンドじゃやっぱないかなっていうのは思ってて、まあでも、花城ちゃんがこう、現代で過ごして主人公がそこの過程をそう飛ばした分、やっぱそこの最後のこの二人のこの、なんか、育まれた愛情というのかな、そう爆発した部分もあるから、ここはやっぱ上手くてうまいなって思ったんですけど、でもやっぱ花火大会のところさ、終わった後に主人公が帰ってきて、お父さんなんか新しいお母さんみたいな話で吐いちゃって、で、そっからね、その、花城ちゃんが、まあ、カフェみたいなところで、まああれが呼び出したというか、主人公は、あそこの場所を提案したんかな、うん、で、そこで話でね、編集者がついて、みたいなね、この前の話、この前出した作品が評価されたよっていう、話をしていく中で絶対主人公一人で行くやんってまあやっぱここは思ったっすよね。でもそこからどうなるかやっぱね分かんなくて結構怖かったっすマジで。カレンちゃん戻ってくることはさすがにねえよなとか思ってて、そう最初はさもうマジでその花城ちゃんと主人公と、まあ、カレンちゃん3人でガチ1000年後とかの世界になる可能性あんのかなとか思ったんですけど、そうそうそう、うん、これなんか見えなさとか怖かったっすマジで。主人公永遠に帰ってこないとかさ、もうなんか主人公は持ってきたらもう花城ちゃんおばあちゃんやったら全然あるじゃないこの話で言ったら。でなんかメールが届かないっていう話でさ、花城ちゃんがメールやっぱこっちから送っても届かないの予想しついてたわみたいな話して、絶対これメール送ってたよこの子みたいな話をしつつ、最後はあのさカレンちゃんが会ったとこで携帯が戻ってきて、まあ、そう浦島トンネルの本当の意味みたいなもね、まあ、なくしたものが手に入るみたいなそんな感じの話ですよね。うんっていうところでそうメールが来てみたいな、あそこすごかったな、あそこめっちゃよかったっすね、泣いたっす。まあ花火のとこもそうだけれども、そうカレンちゃんの命日に設定したとか、まあそういうとこも切なかったし、やっぱ非常にやっぱ良かったですよね。やっぱ序盤がやっぱその、花城ちゃんがさ、もういきなりぶん殴ってくるなんかバイオレンスヒロインみたいな。でさ、めちゃくちゃ冷たいところから、この心を開くまでのこのなんか過程がなんかピューンといくのが正直ちょっと気になって、やっぱこれはね、川崎ちゃんとの打ち解けた話とかが、まあ現世であるんですよね。ここが多分しっかり映画でやったらまた違ったんじゃないかな、正直思うんですよ。僕やっぱここがね、どうしても、なんか最初主人公にもなんかあんなにげつなく冷たい態度取ってたのに、両親がね、いないみたいな、いいじゃんみたいなね、俺の家にいるのはクソ親父だみたいな話の、その流れ、で、まあ多分、花城ちゃんが、多分友達欲しいと思ったんですよね、真相心理みたいなところでは。で、まあそこで、まあ彼を気に入るっていうところがあるんですけど、やっぱここからなんかその、それで学校でなんかものすごく冷たい、ちょっと怖い感じで、じゃああの後どうなったんだろうとかね、殴ってね、主人公は浦島飛んでる言ってたら、じゃあ一週間だったわけじゃないですから、どうなったんだとか、やっぱすごい気になる要素がめちゃくちゃあって、そう、ここをもっとうまく描いてれば、その花城さんが主人公とだんだんこう仲良くなっていく前の、この、なんていうの、心を開いていくまでの過程、やっぱここは僕正直急に感じたんですよ、ここは。あれなんかもういい感じになってるぞ、みたいな。そう。あれなんか心開いてるぞ、みたいな。そう。まあ多分、まあそういう一言、二言がやっぱきっかけになったとは思うんですよね。やっぱその川城さん、川城さんなんで、川城さん花城さんと、そう繋がる、なんか心を開くとこになったかなとは思うんですけどね。ちょっとここはやっぱもうちょっと掘り下げっていうか、まあ、やっぱ原作ではあるところもあると思うんでね。まあ、少なくとも花城さんと川崎さんとかこう仲直りするとこ、なんていうの、この仲が良くなるまでみたいなのが描かれてて、また違った感じがすごいしたかな。まあ、でもやっぱ主人公とヒロインにフォーカスした方によって、やっぱ終盤もものすごく良かったかなっていうのはね、思いましたよね。主人公もなんかすごい笑わないってところで、ひまわりのところでめちゃ笑ってるところで、まあそこでなんかすごい感動したんですけれども。いやでもお父さんがやばいよねマジで。っていう中で、あとねやっぱ花城ちゃんのすごい可愛いところが、漫画を褒められるところで、足をさ、なんか最初こうずっと貧乏ゆすりみたいにさ、主人公は漫画読むのこう待ってて、で読み終わったと褒められてさ、バーってしばたばた、表情に出しませんみたいな、もう、やっぱヒロインの足バタバタ最高ですねって思いながら見てたんですけど、まあでも随所にやっぱすごい可愛いところもあったし、やっぱメールがすごい切なかったからの、再会、ここがやっぱすごい良かったなっていうのはね、思いましたよね。っていうところかな。なんかその、
カレンちゃんのところもね、そのなんかまた出てきたかなってうまくて、そのなんか過去の中に入り込んでみたいなね、うん、っていうところでなんか妹ちゃんの心理みたいのも知れてみたいな。いやーでもすごかったですね。うん、まあ、まあ結構やっぱね、なんか全然辛かったなって印象もあったんですけど、最終的にうまく、うん、まあでもこれハッピーエンド捉えるのがいいのかな。まあなんか多分その花城さんが多分一緒に行ってないからこそのね、やっぱこの二人のこの距離がさらに縮まっていったというか、まあ大好きだったのメールでこう交わすところ、まあそもそも良かった良かったんですけども、このラストに繋がってたんじゃないかなっていうのはね、思います。ちょっと原作読んで、またいろいろと、なんかすごい気になるし、やっぱもっといろいろ見たくないですか、なんか。そう、まあ友達のとこもそうだし、学校のとこもそうだし、花城さんの高校卒業するまでとかさ、漫画家とか、もうちょっとなんか描きってもなんかいいような気がしたっすね。うん、まあ川崎さん仲良くなるとこもそうだし、あの、親父たちどうなったんだよとかさ。まあいろいろと、すごいなんか見たくなるような、うん、もっと見たいっていうことは、やっぱそれぞれのキャラクターに魅力があるというかね、掘り下げがやっぱ欲しくなるような、うん、部分もあって、まあ、そこはまあ正直ちょっと課題点っちゃ課題点なのかもしれないですけどね、あの本当に非常にいい作品だったので、また原作ね、読んでまたちょっといろいろとね、あの、まあ、もしかしたら映画の感想変わってくるかもしれないですけどね、うん、まあ、でもアニメーションとしてはもう素晴らしくて一級品だったし、音楽とか演出の伝え方も非常にうまかったんじゃないかなというところで、見に行ってよかったと、泣いたぞというところでございました。はい、ということで、今回の夏トン夏へのトンネル、さよならの出口、こちらのですね、正直する感想、一切忖度ない感想は以上となります。ご視聴いただきありがとうございます。またね、アニメ映画見るたびに感想動画を上げさせていただきます。それ以外はね、まあ、いろんな動画、まあ、アニメとか映画とか漫画ラノベとかいろいろね動画上げてますんで、ぜひこれを機にチャンネル登録いただこうかなもしれません。嬉しいです。ということで、またですね、今回の映画見られた方に、感想なんかもコメントの方で教えていただきます。大変嬉しいです。はい、ということで、今回の動画以上としております。本ですね、ここまでやってみてください。ご視聴ありがとうございました。